Alright, step 5, スニーカーネット。Net. 今回のレッスンの最後のステップになりますが、これが、えっと、僕の恐竜研究者での開発したアイディアなんですが、僕も高和さんになってるんでしょう。この基本でのアイディア。さて、スニーカーネットって何でしょう昔からある言葉なんですが、古典のネットワーク、もちろんこれ複雑なシステムなんですが、 ディプロイすることとか、管理することとか、維持することとかにはかなりお金かかるし、複雑だし、時間もかかるし。いい使いたくない場合もありますでしょう。それが高す,ぎる高すぎると思っているとか、あるいは待機は足りない場合とか、あるいはセキュリティの問題とかにはなっているでしょう。で、それはどうすればいいんでしょう 昔からの言葉なんですけど、スニーカーネットなんですが、それが各コンピューターの間にはネットワークがない場合にはどうすればいいでしょう例えば、まあ、この真ん中の丸は、例えば、えっと、フロッピーディスクだとか CD-ROM とかにすると、ユーザー1が、ががユーザー2に,にはデータ転送したい場合には、ユーザー1が,がこういうディスクとかは書き込んで、 走って、到着して、ユーザー2に渡して、そのユーザー2は読めるようになるでしょう。これがスニーカーネットで足を使って、それがスニーカーになっているんでしょう。そして、今まで説明したアーキテクチャ、リンクのアーキテクチャはいくつかの弱点があるんですが、まあ、まずはお金かかるでしょう。 ファイバーもお金かかるし、クワントムリピーターも,もお金かかるし、特には衛星もお金かかるでしょう。それから、フィデリティも、もう、まあ、高いなんですけれども、分散型の量子計算な,などにはどうなるでしょう。まあ、QKT は大丈夫かもしれませんが、どうなるのかな。そして、これが、 衛星だったら、えっと、見えるところにはしなければならないので、それ上に,に,には、えっと、クリアスカイは必要で,で、えっと建物の中からもできないし。それから、まあ、もちろんそのメ,ンテ,ン,メンテナンス、メン s ナ e スイシューもあるんですが、そしてスケーラビリティとしてはそれが、他、えっと、の極点につながりたい場合には、新しいファイバーを引いて、新しいものを作って、あるいは衛星だったら軌道を合わせて、 基地教訓も作ららなななければならないでしょうそして、クワントムスニーカー k e r が,が,がこれ全ての,の,の問題と,としてはこれがあの解決できるかもしれませんがそしてこれがフライング量子ビットがない場合に量子通信ができる状態ににを説明したいと思います基本的にアイディアとしては、えっと、左右にはノード A とノード B の間には リオシモツレを作りたいな,な,なんですけれども、用意しなければならない装置はこれだけです。これがっと移動可能なリオシビットの,の,の装置を作らなければならないんですが、これがといくつかのキューベットも入れて、それが運べるものにはしなければなりません。そして、ノーデートとそ,その,あの移動可能なののの装置の間には、 ロリーっとキュービットを使って、量子誤り訂正を使って、ロリーキュービットを作って、その間に,にはエンタイングルメントを作ることにします。そうすると、それがその装置を運んで、運んでいる間に,にはこれがあの誤り訂正を実行している。 要するえー、と状態しなければなりませんが、ざっと A から B の極点までは持ってて、B のところには、その移動しているものとノード B の間には、えっ、ー、と、セクンドジェネレーション、2世代の,の,のリアシー・リピーターと同様に,には、これの間に,には、えっ、ー、と、ロンウレベルで、えーと Bell 測定します。そうすると、それがエンタングルメントになってるんですが、残りのエンタングルメントは A ノードと B ノードの間にはなります。そして、そういう要素になってるんですが、まあ、問題は、メモリーの,の,のコュレンス時間はかなり長くしなければなりません。で、これが、が なぜどのぐらいか、どの谷かというのは、それが、まあ、飛行機で運んでたら何時間かもしれませんが、貨物船で運んでたら何ヶ月かかるかもしれません。そして、本当にメモリーの容量は本当に非常に多いことしなければなりませんが、例えばそれが貨物船にした,したくなるでしょう。そして、そうすると、まあ、 サンフランシスコと東京の間にはつながる場合にはできることにはなります。そして、例えば NV ダイモンドのそれがこの前,この前を説明したことなんですが、例えば各論理キュービットについては物理的なのをの4200キュービットとかに用意すると、まあ、パラメータ次第なんですけれども、基本的にそれを頑張って作っていったら、 持つ時間、コヘレンスの時間は、例えば6週間に近く40、40日間なんですが、残りの,の誤り訂正の後の残りのエロレートは10のマイナス10乗になるかもしれません。そうすると、クラシカルと,とクワントムスニーカーネットは、は今までは同様に見ているかもしれませんが、さっきは僕は貨物船と言ってたことは、もしかして、 それが遅延はもすごい長いじゃん。それがどうやって分散型の,の,の計算できるのかと思ってたかもしれませんが、古天のスニーケネットと違って、その運んでいるデータは重要ではありません。古天のスニーケネットだったら必要なデータをフロッピーディスクとか CD-ROM とかには書き込んで、その内容が重要なんですが、この場合には、 汎用的な漁師も連れを運んでいるので、まずはそれを用意して、それを作って、それができてから、漁師テレポーテーションは、まあ、まあ、あのその公典通信の時間によります。で、その公転通信は地球の反対側になっていれば、それがまあ100ミリ秒単位になるでしょう。で、 運ぶのは6週間かかるかもしれませんが、使うのは何百ミリ秒の,の,の状態になります。そして、それがあのかなり重要なポイントになっているんですが、それが,が、えーと、運ぶのは6週間かかるかもしれませんが、それが、こ,この東京都とサンフランシスコの間には漁シも釣りを作りましょうと,のとの言ってたら、 6週間を作ることはかかるかもしれませんが、太平洋を通るファイバーを作ることはそれが何年間もかかるでしょう。で、そのぐらいの差になります。で、それ、比較には気をつけなければなりませんが、それが6週間の運ぶ時間じゃなくて、その6週間とファイバーを作る時間は比較することでしょう。 そして使うことには一緒になってるんですが、それは何百ミリ秒の,の遅延で,でできるようになります。そしてそれがまとめて今までの,の説明したのは5つの,のリンクアーキテクチャの,のことになってるんですが、MIM、MM、MSM、Repeat e h Graphs で、そして SneakerNet。で、それが各種類にあの、 特徴があるんで、すすが各種類の弱点もありますでそれが、えっと、使いたい様子としては、使いたい状態としては、環境についても,も,うもうあの、どっちを使うか、どっちが最適かには決まるでしょう。で、これが今回のレッスンのまとめになりました。